今皆さんに見ていただいた映像は札幌パルクールクルー SPK という北海道大学にあるパルクールのサークルの紹介映像です。 SPK は今から3年前、私が高校大学2年生にちょうどなろうとしていた時、札幌で一緒にパルクールをやっていた秋野龍太という男と作った団体です。当時北海道大学にはパルクールをやっている人間は私しかいなかったため、秋野は高校3年生だったにもかかわらず毎週のように北大に通い、俺は北大工学2年の秋野だと新入生に向かって大柄を着ながらビラを配り体験会を開き、数ヶ月間1年生にバレずにやり続けるというすごいことをしたことです。そんな秋野の無茶のおかげや他のメンバーの協力もあり、 SPK は今では大所帯20人を超える大規模なサークルになりました。札幌市が主催するスポーツイベントで小学生500人以上にパルクールを体験していただいたり、あるいは大学祭でパフォーマンス賞を3年連続でも既に出ています。ちなみに秋野は翌年北大に無事現役で合格し、自分が立ち上げたサークルに新1年生として入部する。なかなか不思議な体験をしていることですね。面白い。さて、私はパルクールをやっている人間、トレーサーです。トレーサーとして、長年パルクールを教え、伝え続けてきた人として、今日皆さんにはぜひパルクールを好きになっていただきたい、ファンになっていただきたいと思っています。いや、それじゃあもったいないですよね。トレーサーになっていただきたい、そう思っています。飛び箱がありますね。僕は頼んでないんですが、誰が準備したんでしょうか。皆さんお分かりですよね。飛び箱があるということは、そうです。今日は会場の皆さんにパルクールを体験していただこう、そう思っています。皆さん、心の準備はよろしいでしょうか。こちらからは見えないんですけれども、もちろんスニーカーで全員参加されているんですよね。大丈夫でしょうか。はい、誰がいいですかね。皆さん目をそらされてますね。はい、冗談です。すいません。今日はですね、残念ながら皆さんにパルクールをこの上でやっていただくということはありません。でも皆さんにはぜひ我々がどうやってパルクールをやっているのかというのを知っていただきたい。だから先ほどの映像にあったような私たちの動きに行き着くまでにどうやって僕らトレーサーがレベルを上げているのか、どうやってああいう怖いシチュエーションの中で自分をコントロールしているのか、それをお伝えしたいと思います。ちなみに先ほどの映像を見て皆さんどういった感想を持たれたでしょうか。猿みたい、よく言われますね。忍者、サンドの怖い、なるほど。でも一番の感想、おそらく皆さんが疑問に思っていることは、結局パルクールって何だろう。飛んだり跳ねたりするのは分かるけれども、何をすればパルクールなのか、子供はどこが違うのか、そこが一番の関心のことだと思います。ですので、最初はまずパルクールとは一体何だよということについて簡単に説明させていただきたいと思います。これは日本パルクール協会のウェブサイトで説明しているパルクールの文章です。パルクールとは端的に言えば走る動作、飛ぶ動作、そして壁を登る動作といったような人間が本来できる移動する動作に重点を置いて、心身と精神がともに強くしていこう、そうやって鍛えていこう、そういう考え方、トレーニングにおける概念を指します。ですからパルクールは捉え方によってはスポーツにもなりますし、アートにもなりますし、パフォーマンスにもなりますし、ただの移動術としても使えます。さっぱりわからないですね。ですね、ありがとうございます。実はパルクールとは何かというのに対する世界的な統一見解というのは未だにありません。なぜならパルクールにはルールもなければ競技化もされていないからです。ですから我々一人一人がパルクールとは何かというのを自分で考えて納得した上で日々練習に励んでいます。ですから自分がやっていることが何かという考え方は人によって全然違いますし、場合によってはお前のやってるのはパルクールじゃない、ふざけるなみたいな見解が起こることも今でもあります。おそらく走る、飛ぶ、登るという3つの動作については9割のトレーサーにとって共通することだと思いますが、なぜそれをやっているのか、それが何を意味しているのかについては全く人によって異なります。私は7年間札幌でパルクールをやり続けました。高校生の時に始めてずっと、なぜ自分はこのパルクールをやっているんだろう、このパルクールの何に取り付
かれたんだろう、パルクールとは一体何だろう、そういったことを考え続けてきた結果、今では一つの結論に至りました。パルクールとは自分を知り、弱さと向き合い、挑戦し続けること。私はこのパルクールの本質とも言えるような考え方を、いつも動きの練習をするときだけではなく、自分の日々の生活レベルにまで落とし込んで、パルクールをライフスタイルとして実践している人間です。今日会場にお越しの皆さんには、このパルクールのライフスタイルというのから、いかに自分と向き合って挑戦し続けるのか、人はどうやったら自分と向き合えるのか、そういったことをお伝えできればと思います。突然ですが、今から皆さんに簡単なテストをしていただきたいと思います。皆さん右手を上げてください。よろしいでしょうか。手のひらを自分の方に向けて、小指に意識を集中してください。大丈夫ですか。自分の小指をじっくり並べて、他の指を一切動かさず、小指だけを曲げてください。わかりますか。薬指を動かさずに小指だけを曲げてください。すごい呼吸ですね。はい、さっきの方と自分の小指を比べてみてください。おそらく薬指も一緒に曲がってしまうという方がたくさんいるのではないでしょうか。大丈夫ですか。完全にこういった形で小指だけを曲げられたという方は挙手していただいてもよろしいですか。あ、10人くらいでしょうか。ありがとうございます。ご協力ありがとうございます。この小指と薬指が独立、小指と薬指が独立して曲げられるかどうかという話は、もうやっていただかなくて大丈夫です。その小指が独立するかどうかという話はですね、理由の諸説あるんですけれども、一般に一定の期間のトレーニングを積めば、誰でもほとんどの方はできるようになると言われています。ちなみに私のケースでは、羽田空港から新千歳空港に行く90分のフライトの間、ずっと飛行機の席に座りながら自分の右手を見つめて、曲がれってやり続けた結果、新千歳空港のちょうど着くあたりでピッて行けるようになったっていうのを思っています。皆さんもぜひ飛行機の中でやってみてください。さて、そろそろ皆さんお気づきだと思うんですけれども、小指が曲がるか曲がらないかというのは、パルクールにおいて登る壁の高さや、あるいは壁を登る速さには全く関係がありません。もちろん私がこの小指の話でお伝えしたかったのは、我々の体にはこの小指の例のように気づいていないだけ、まだ知らないだけで、ちょっと正しくトレーニングするだけでいくらでも開花する、そんな能力が満ち溢れているということです。ここで小指から全身に話を広げていきましょう。これは札幌市内のとある公園で撮影した私のパルクールの写真です。左足で飛んで数メートル先にある1メートル程度の高さの岩を飛び越え、その先に着地するという動作をやっています。このジャンプは私が人生でやった全てのパルクールの動きの中で最も頑張った、大きかった、ベストショット、ベストオブパルクールマスターだと思うんですけれども、この飛距離、写真の上から測定してみると多分5メートルもないと思います。4メートル半とかそのあたりです。ちなみに皆さんご存知かもしれないんですけれども、日本の女子中学生の陸上選手、走り幅跳びの全国記録は6メートル19センチです。つまり、私が全力で22歳の時に飛んだこれは、女子中学生にはるかに負けています。悔しいですね。でも、ここで一つ新しい疑問が生じます。では、5メートルや6メートル、いや、7メートルを飛ぶような走り幅跳びの陸上選手を、みんなこの公園に、南区にあるんですけれども、連れてきたら、この矢を飛び越えられるんでしょうか。つまり人類が本来持っているパフォーマンスというのは、目の前に見慣れない障害物が置かれたシチュエーションでも遺憾なく発揮することができるのでしょうか。これがまさにパルクールの醍醐味です。ほとんどの方は飛べなくなってしまいます。なぜなら目の前に物が置かれたということが自分の知らないシチュエーションだから、自分の中にいきなり飛べないかもしれないという恐怖心が芽生えてしまうからです。ここでそもそも人間にどんな能力があったのか、我々人間が備わっている身体能力について考えてみましょう。僕たち人間には走る能力、飛ぶ能力、壁を登る能力、ここまでさっき話しました。それ以外は狭い足場でバランスを取る能力、それからステート選手のようにくるくると回転する能力、そして低いところをくぐったり、あるいは細い隙間をすり抜ける能力、そして四つん這いで歩いたり地面を張ったりする能力、こういったのが皆さん生まれ持った時から一定レベルで備わっています。この中からその場でジャンプして
さらに小さな段差の上に飛び乗るという動きにフォーカスして話を発展させています。せっかくなのでこの鳥箱を使いましょう。今からこの1段の鳥箱の上に飛び乗るという動作をやります。今から両足で飛んで着地するという動きをやります。よーくここを見ていてください。皆さんよろしいですか。いきますよ、せーの。ありがとうございます。今日一番のジャンプでしたね。ちなみに今の1段の鳥箱の上に飛び乗るという動作、皆さんにこれはやってくださいと言ってもおそらく私嫌ですというふうにはそんなにならないんじゃないかなって思います。なぜでしょうか。それは皆さんが日常的にやっている動作、つまり階段やエスカレーターを登る動作とこの鳥箱の高さがほとんど変わらないから、この鳥箱を飛び乗っても怪我をしないということを皆さんの体が無意識に本能的に理解しているからです。ではこの鳥箱が飛び箱ではなく、ここに全く同じ高さの一本の鉄パイプがあったらどうなるでしょうか。我々人間は飛び箱に飛び乗るのが怖くなくても、鉄パイプに飛び乗ると言われた瞬間にものすごい恐怖心を覚えるようになります。で、考えてください。さっき飛び箱に飛び乗った時に使った着力、筋力、鉄パイプの上に飛び乗る時に使う身体能力、基本的にほとんど触りません。違うのはこの飛び箱に着地する場所と鉄パイプの幅がものすごく違う、鉄パイプの方が細くて折れるかわからないという点だけです。つまり我々人間が鉄パイプに飛び乗ることに対して恐怖心を感じてしまうその理由、それは鉄パイプが細すぎてちゃんと着地できるかわからないから、足を滑らしてこけて怪我をしてしまうかもしれないから、もうちょっと正確に言うと狙ったところに数センチのズレもなくちゃんと着地できるかわからないから、その一点につきます。となればやることが変わりません。これがパルクールの考え方です。狙ったところに 100% 数センチのズレもなく着地できるようになるんです。この鳥箱を使って練習しましょう。鉄パイプを使うのはちょっと危険すぎます。この鳥箱の真ん中、ここにちょうど鉄パイプが埋まっている、そんなイメージで持ってください。今から鉄パイプの上に飛び乗る練習、1回目テイクワンをします。いきますよ。これが本物の鉄パイプだったら僕のすねは揺れています。これは別に飛び箱でもレンガでもコンクリートブロックでも何でも構いません。こうやって自分ができない動き、鉄パイプに飛び乗るような動きを疑似的に他のものに置き換えて500回、1000回でもできるようになるので練習します。1000回この飛び箱が鉄パイプだとイメージして飛び乗ったら、その後全く同じ高さの鉄パイプの前に立った時、私たちが見える鉄パイプの光景は初めてそれに飛び乗ろうとしたものとは全く別のものになっています。皆さんが駅の階段、エスカレーターを1段、2段、ジャンプで登れるあの感覚と全く同じ感覚でトレーサーは鉄パイプの上に飛び乗れるようになっています。私はパルクールを始めたとき、2メーター、3メーターも離れているような先の鉄パイプに全力で走って飛ぶ、そんな馬鹿げたことを自分がやる日は来ないと思っていました。なぜなら、そういった能力は本当に元々運動神経が高くて、かつ自分の実力にすごい自信があって、その上、何でもできる、そんなスーパーマンたちにしかできないと思っていました。でも、パルクールを始めてからもう7年経ちます。毎回の練習で、自分のできないこと、怖いこと、そういったものの障害物の前に立って、ああ、大丈夫だ、頑張れ、絶対お前らいける、絶対いける、いけ、そうやって自分を鼓舞しながら少しずつ少しずつできないことに挑戦し続けてきました。毎回の練習、すごい小さなことでもいいんです。すごい小さなことでも、一つずつ自分のできないこと、新しいことに挑戦し続けていくと、ある日、突然、いや、この動きは一生できないだろうなって思って動きに自分が挑戦している人がいます。鉄パイプから鉄パイプに飛び移る、そんな普通に人間がやらないような動きであっても、この会場にいる皆さん、全員が2年間本気で練習すれば 100% できます。断言します。パルクールというのは確かに飛んだり跳ねたり登ったりするスポーツです。日頃からはランニングもしていなければ、
いつもエレベーターを使って通勤している、そういった方がいきなり始めるのは少し難しいかもしれません。でも、パルクールにおける本質的な考え方というのは、他のスポーツであっても、学業であっても、あるいは趣味であっても、人生であっても、仕事であっても変わらないと私は思っています。すなわち、自分の今の実力というのをちゃんと見つめて、何ができて、何ができていないのかを理解すること。心の中には恐怖心や弱さと向かい合うこと。そして、それを知った上で、常に新しいことを挑戦し続けて、500回、1000回、反復練習をしていく。そういったライフスタイルを続けていけば、必ず皆さんは数年後、全く別の人間になっています。世界を目指す研究者でも、社会を変える起業家でも、オリンピックを目指すスポーツ選手でも、あるいは、ただただ世界を好きで旅するバックパッカーでも、何を目指してもいいと思います。でも、常に自分の中にある心の弱さ、恐怖心、昔から嫌だと思っていたこと、あの人嫌なんだよな、この仕事やりたくないんだよな、そういった少しでも自分の中にある弱さ、恐怖心に常に立ち向かっていてください。自分の中の弱さや恐怖心を乗り越えると、その克服が新しい自信を呼んで、また新しい弱さに挑戦できるようになり、それがどん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 自信を積み重ねていきます。今日私が皆さんにお伝えしたことは一つしかありません。自分と向き合って挑戦し続けてください。ありがとうございました。